近代化産業遺産エンブレム近代化産業遺産は日本の経済産業省が認定している文化遺産の分類である。2007年11月30日に33件の近代化産業遺産群と575件の個々の認定遺産が公表された。さらに2009年2月6日に近代化産業遺産群続33として新たに33件の 近代化産業遺産群と540件の個々の認定遺産が公表された。幕末、明治維新から戦前にかけての工場跡や炭鉱跡等の建造物、画期的製造品、製造品の製造に用いられた機器や教育マニュアル等は日本の産業近代化に貢献した産業遺産としての価値を持っている。しかしこれらの産業遺産は、 よほどのもの以外はその価値が理解され、憎く,く、単なる一昔前の産業設備として破却されてしまうことも多かった。経済産業省は産業遺産を地域活性化のために有効活用する観点から2007年4月に産業遺産活用委員会を設置し、日本各地に現存している産業遺産を公募した。同意委員会は、 工房に応じて集められた約190件400箇所の物件をはじめとする各地域の産業遺産について、その実態と保全、活用の取り組み状況を調査し、産業遺産の価値の理解を深めるための近代化産業遺産ストーリーの作成を行った。 成果として、2007年11月30日に33件の近代化産業遺産群とこれに付随する近代化産業遺産ストーリーが公表され、近代化産業遺産群を構成する575件の個々の認定遺産に対して認定証とプレートが贈呈された。代表として同日、横浜赤レンガ倉庫において認定証とプレートの授与式が行われた。 経済産業省では近代化産業遺産認定後の施策として広報活動、保存方法と活用方法の具体化33件以外の新たな近代化産業遺産群の作成などを検討している。2009年2月23日には大阪市中央公会堂において2008年度の認定遺産について認定証とプレートの授与式が行われた。 個別に認定された近代化産業遺産を除く。ありがとうございます。